南淡路はですね、私も淡路島はよく自転車で走らせていただくんですけども、淡路島一周は160キロですね。で、160キロ走らないと南にはなかなか行けないんです。でも今回はふくら集合だし、e バイクがあるのでかなりの絶景コースであったりっていうのを快適に、そしてゆっくり眺めながら楽しんでいただくことが可能です。はい、それをぜひ楽しんでいってください。すげえ、カメラすげえ、すごい、ピンク目立つよ、ピンク。ペダルかけただけでズズズや。アシスト欲しいときはギア軽くしていただくといいですね。ギアちゃん軽く。ブレーキがマウンテンバイクのリフトブレーキになってるので、あんまりギュッと回るとギャッと回るんで、欲しいです。日本指で。
すごい。来月もグルメ出る気がなくなった。なんか吹きね。なんでしんどい思いして。喪失してるよ。肝が生まれてきてしまいました。やる気が喪失してるぐらいの威力。すごいね。あれは渦潮？渦巻いてる？巻いてるように見えるけど。皆さん向こうはあの徳島県になってます。徳島県の鳴門市になってますね。一番狭いのであのここに橋を架けました。あのこの大きなポールと向こう側のポールの間ら辺にいつも渦潮が出るんですよ、うん、で出る時間が大体予測されてまして今日は見てきたところ12時半ぐらいで出ちゃったけどまだ開いてないよじゃあこの上でーすハイモードやばかったぞ今。あかん。